日本代表 OB 栗原勇倉氏が考える日本代表ベストメンバーとオプションスギン。三笘のコンディションが心配。基本的に異論はないが、久保と三笘と純也はバランス的に本当にいいかはわからない。おそらく大半のチームが自陣に引いて守りを固めてくると思うから、それを崩さないといけないのよね。三笘がコンディション不良なら中村でも面白いと思う。守備的なボランチに遠藤、森田、佐野の3人しかおらず、怪我明けの機種をわざわざ招集してるんだから、4-1-4-1-4-3-3を考えてるんだと思うけど。現時点でベスト布陣を論じることにほとんど意味はなくて、せいぜい議論があるのは GK と左 SB くらい。あとはアンチや略張りでもない限り、みんな同じ名前を挙げるでしょう。コンディションの問題でしばらく出場できない選手が多いですよね。名前だけでベストメンバー挙げるのは誰でもできるんだから、現状使える選手でどういうメンバーになるか予想してほしいです。ベスト布陣で勝負するのは準決勝、決勝くらいでいいんじゃないかな。こんな当たり前のスタメン予想をするんでなくて、どうやって7試合を戦っていくのか。結局蓋を開けてみないことにはわからんよな。その時のベストなんて相手やコンディションで変わるんだし。フルターンオーバーするのがほぼ決まっているのに、スタメン1種類だけ予想するのは考えが古い。栗原って誰？ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。